ペースランナウェイ。戦艦で一番かっこいいと思う戦艦を教えろ。に対する、ネットの反応をお送りするよ。アームドワン ?V ガンダムの過渡期艦艇類はかっこいい。リーンホースジュニアは確かにかっこいいよな。まあだいぶ魔改造なんですけどね。どう考えてもストレートにかっこよくはないが、それなのに頭おかしいほど強いというギャップと、こういう煽り構図の威圧感がかっこよくて好き。翼はかっこいい。実用性、そんなのは飾りよ。海が似合う戦艦。コンセプトとそれを示すデザインはかなりよくできてる。俺もこれ好きだよ。コスモフリート、今でも大切にしてる。クソでかいけど一人乗り。アンドロメダ海は転送装置などないから撃沈イコール死亡。いいよね。アレキサンドリア級。ヤーニーさん。最近は地上戦艦型も、変形機能を削除されがちな移動要塞。切られる5秒前。ベタすぎると言われるだろうが、やっぱりこれです。基本だけど思考だと思う。実弾ぶっ放す2199番ほんと好き。近未来系の空中戦艦は結構ビーム兵装が多いけど、やっぱ実弾いいよね。それを鳥に持ってくるのも憎い。フォルムや色は2205番が好き。ヤマトの中では復活編のが太くて一番好きかな。龍骨やられても沈まないぐらいの強靭さが戦艦には欲しい。UFOT の伝説艦。包丁アンカーで撃ち抜くシーンが燃える。 OVA 青の6号に出てくる幽霊戦艦好き。今になってこれウルトラセブンの恐竜戦車をひっくり返した構成だと気づいた。アニメっつかゲームだけどスケールのデカさが好きだ。レンズマンのブリタニア号は今でも通用するかっこいい船。ニャオン。これはアルカディア。宇宙ヒゲ剃り好き。スリーヘッド。アニメじゃないけどやっぱ始祖がかっこいいよ。会いに来た戦艦。トマホークブーメランで沈むペガサス級。デザインと変形はとても好きなんだけど、マイナーだけど最後の言葉が、女の名で、死ねるかー、のアニメ描写はよし。家族用のファミリー戦艦です。宇宙を飛ぶ艦オケとか言わない。無責任にも。宇宙に比べて海の少なさよ。その作品はイオン丸1アルスノバがかっこよかった。戦艦扱いでいいんだろうか?さあ?一番手前のは宇宙戦艦ではない。亀さん。鳥さん。5万ミリ砲というロマン兵器。艦隊シリーズがアニメ化したんだから要塞シリーズもアニメ化すべきだと思う。俺はグレート。なおアニメは頓挫した。アルドノアのデューカリオン。絶対ロボットより強い。なんてこった。ゲームだけどアイデルスター。これもゲームだけど。作中数少ないバトルシップを名乗り。一隻で32万体のバトルドロイドと1500機のドロイドファイターを展開できるルクレハルク級。こいつのせいでクローン対戦は常に共和国が劣勢だった。バトルシップ歌ってるけど、どちらか言うと強襲揚陸艦だよね。商船改造だから艦隊自体は割と脆いし。キュシスのハレンチな戦艦好き。武骨一辺倒のアナトレイ艦はもっと好き。クソマイナーですけど、富士シリーズでは一番活躍して一番役に立った功労者なんですよ。飛空艇も戦艦扱いでいいのかな。資源採掘機ですと押してください。割と最近出たな。正解シリーズのお船が好きだよ。最初見た時はまたベッタベタなデザインの宇宙戦艦出してきたもんだな。って思ったけど、そういうまっすぐさが好きなジーレコのガランデン。地味な立ち位置だけどスペースノア級の白金好き。電磁投射砲って字面からかっこいいよね。これは事故物件。主役艦の改良型でいかにも機関風。真ん中にカタパルト増えてたんだね。フォトンブラスター撃てるのかね。フォトンブラスターはエイジビルダーを動力にしてる仕組みなので、それを搭載している最初のディーバしか撃てない。アイアンニアー。最近の強い戦艦の流れでスパロゴ参戦しないかな。ゴリアテいいよね。艦艇数。直径3キロの非武装 NGO ですよ。ぶつけてなかったこれ。エイリアン2のスラコ号。洋画とか洋芸の宇宙戦艦って、なんか艦首から謎の棒が何本も生えてるデザイン多い気がする。艦を無人にしないで予備部隊を残しておけば、エイリアン2はあんな大惨事にならなかったと思う。そういや、なぜかガンダム世界には駆逐艦ないよね。クロスボーンにはある。何を駆逐するのかは知らんが。最近フリゲート艦はできました。海底軍艦ラゴー発進。飛行戦艦を呼び寄せたのところからの登場シーン全てが好き。このやっつけ具合がたまらない。オーバードフォースのアレギウス級戦艦最高にかっこいい。でかい戦艦もかっこいいけど、こういうコンパクトなやつも好き。
イベントのみ参戦なのではっちゃけます。船と船が合体して巨大ロボになった後、さらに巨大艦に乗って突撃。かわいいのだ。なでしこ級一番艦、映画では出番があまりなかったのが残念。シュルツ艦好き。新書と文庫とアニメと漫画で全部デザインの違う空中戦艦富士。最近アニメで見た。まあ出てくる兵器大体そうだけど加減しろバカってなったよ。やっぱりこっちの方が好きだな。ガミラスの宇宙空母が元ネタなんだって知るまで好きだけど、なんでこんな形してるんだろうと子供心にずっと引っかかっていた。ナディアの空中戦艦、小説だけどそれが元ネタの魔法空中戦艦があったな。宇宙戦艦としては比較的オーソドックスだけど、きちんと敵艦だとわかるデザインと色してるドゴスギア好き。ガンダムの巨大潜水空母マットアングラー、デザイン的にはザクレロ系なのにかっこよくまとまっているためネタにされることがあまりないのは良いんだか悪いんだか。輸送艦から戦闘艦へパワーアップ、劇中の活躍にもかなり恵まれてたと思う。アニメに出てきてないからスレの趣旨的にはあれだけど、ナウシカに出てくるドルクの浮き放題も好きなんだ。宇宙も飛べそうな潜水艦。ガンダムシードフリーダムのミレニアムの艦隊戦かっこいいよな。もはや戦艦ではなくモビルアーマーだよあれは。ミレニアム、歴代ガンダムの中でも屈指のふざけた母艦のくせにかっこいいのずるい。どこから見ても戦艦じゃない。必殺兵器があるわけない。ロボット一つも積んでない。だからといってダメじゃない。生活という終わりのない戦いに投じる戦士だぜ。オネアミスのあれ、超巨大なハーリボテット、大王星へ向かいつつスペースモンスターと戦う旅の船だが、実は非武装のクルーザーという。戦艦なんて脱世よな。しといてからのこれである。いや好きだけども、お姫様の船って感じが好きです。合体前は宇宙戦艦。戦艦が好きだと、なんか戦艦でなくても回転砲塔を複数乗っかってるメカ全般に好感度プラス補正働いちゃったりしません。グランガランとゴラオンだな。絶対ドレイクとか潰せるだろと思った。これが一番空中戦艦らしい姿してるよな。登場シーンは実際にオーラバトラーをまとめて吹き飛ばしてインパクトがあった。アニメではないがとてもかっこいいと思う。もうパイノーデッド2世は良かった。これは本当にいいデザインだと思った。騒動型はいい。やはり艦首ドリル。宇宙ど真ん中にのろしを上げるアニメ、たった2秒で銀河の果てから宇宙ど真ん中まで歌い上げるオープニング好き。ささみちゃんの宇宙船津波、シードのドミニオンかな。アークエンジェルの同型艦で杖になる黒ベースなのがいい。戦艦でいいんだよな、大空魔竜。月光号好き。公私反戦スターライト号、不装なしの練習艦だけど工夫して少しずつ武器を増やしていくのが良い。ゲームありならグラブルのグランサイファー号はなかなかかっこいい。戦艦というよりは飛空艇だが、民間船だけどトイボックス好き、一番好き。ギャラクシーエンジェルのエルシオール好き。普段の姿もいいけど黒のブレイクキャノン装備もいいぞ。後継艦のルクシオールも上下分割とか先代から受け継いだ外付け切り札の。デュアル黒のブレイクキャノンもロマン曲振りでよき。やっぱ船形状から脱却してるやつがいい。これが、こうじゃ。こんなにあるのにマクロス級がない。なぜだ。アームドワン、わし、最初の方におったやろ。